ギャルで社長でまだ JK、 私のスペックってヤバくない？やべえだろって思ってたわけ。でもアイドルの世界を知ったらまだ足りなかったって思い知った。足りないなんて思うこと久しぶりなんだよね。私足りるようにしか生きてなかったわ。自分の知ってる世界でできそうなことに挑戦して成功してって繰り返してただけ。それってダサいな。知らないとかできねえとかマジダセえけど、そこから這い上がれないやつが一番格好悪い。私を誰だと思ってんな。 JK 社長の桐生司だぞ。ま、その肩書きも今日で終わりだけどね。今日からは JK 社長アイドルの桐生司だし、全部やるに決まってんだろ。むしろできるって決めたらできるんだよ。